カメルウーンの歴史、独立国家としてのカメルウーンの歴史は1960年に始まる。しかし、人類の祖先の記録は約350万年に幕を開けていた。カメルウーンは安定陸海であるアフリカ大陸中央部西岸に位置する。熱帯性の気候下にあり、人類が発生した環境に近い。現在のカメルウーン最北部は、隣国チャドとチャドコを分かつ。 シャドコの1 0 0トル東方にはガザールワジと呼ばれる枯れた荷が2 0 0トルにわたって伸びている。1995年、二人の古生物学者フランスポワティエ大学のミッシェル・ブルネ、米国ハーバード大学のデイビッド・ピルビームはワジの北端に位置するコロトロで300万から350万年前のアウストラロピテクスの下駕骨の一部の化石を発見した。これは タンザニアのラエトリ、360万年前で発見された化石と並ぶ、最も古い時代の化石である。初期人類の化石が大量に発見されている、オールドバイ渓谷など、アフリカ第一交帯の外部にも、人類祖先が生存していたことが分かった。カメルーン中部、ベヌエ川南岸のバメンダ近郊のシュムイコールラカ、遺跡で、紀元前5000年頃のものと思われる。 片押し分のあるカワラケがクワ状石器と共犯して発見されていい。また、同時期にマセイ石器の出土例がカメルーン国内で見られる。カワラケを使用する農耕民が早くから定住していた証拠と考えられる。ナイジェリア東部からカメルーンの中部から北部にかけての地域は現在東、アフリカ、タンガニーカコの北部、ウガンダとタンザニアの北部、 ケニアの西部付近で話されている東番通書語の源の地と考えられ、紀元前3000年から同1000年頃にかけて、東部番通書語の祖語が話されていたと考えられている。今後及びその周辺で見られる、彫刻の図像的なナイジェリアのノク文化の担いと深い関係があると考える研究者やモザンビークのシフンパーゼ岩陰を標識遺跡とし、 同意は影から出土した一軍の土器からシフンパーゼ複合を想定するフィリップソンは東部番通所後の担い手とシフンパーゼ複合を関連付けようとするがカメルーンからどのように伝播したのかは説明できないでいる。紀元前千年期頃、カメルーンでは存落が形成されるようになる。ヤウンデ近郊のオボボゴ遺跡は2万メートルに及ぶ大規模な存落の遺跡である。 用途不明の深いピット、柱の穴のような小さな穴が多数確認された他期限前4世紀頃の鉄器が発見されている。おぼぼゴ遺跡で見られるピットの類例は南方のガボンやコンゴの遺跡でも確認されている。カメルーンに起こった最初の文明は5世紀にチャド湖周辺から移住してきた相続の国家である。この時、カメルーンに青銅器が伝わった。 相続の記録は7世紀のアラブ人地理学者によって記録されている。7世紀に至ると、サハラ地域を交易の場とするアラブ人商人との接触が始まった。主な貿易品目は塩、比較、青銅、象下である。この時期にスンなハイスラームも伝わった。アフリカ大陸東岸では、イスラーム商人の断線による交易が活発だったため、海岸沿いにイスラームが 現在のモザンビーク北部のソファラ、ナミ15度にまで伝わり、東アフリカ沿岸部にスワヒリ文明を築いた。他方、アフリカ大陸西部のイスラーム商人は、内陸の交易路を用いていたために、熱帯雨林を通過できず、北緯5度のカメルーンが南言となっている。現在でも、北部諸州を中心に、カメルーン国民の約20%がムスリムである。サハラ西南部には、 帝国が次々と起こった。現在のモーリタニア南部を中心として4世紀、内市7世紀に成立したガーナ王国、12世紀から15世紀には、現在のマリ共和国を中心としたマリ帝国、1464年に、現在のマリ、モーリタニア南部、ナイジェリア北部、ニジェールをハントとして成立した損害帝国、1848年に成立した。 トゥクロール帝国などである。いずれも、ニジェール川ー流域に位置する。一方、カメルーン北部が属するアフリカ中央部は、帝国の成立に適しておらず、唯一、カネムボルヌ帝国が成立しただけであった。カネムボルヌ領域の半島は、チャド湖の南西岸を中心とした、半径200から3 0 0トルの領域であった。9世紀に成立し、19世紀、 1840年代に、騎馬民族である、フルベ人に滅ぼされるまで、約1000年間、カメルーンに影響を与え続けた。カメルーン南部の国家成立は遅れており、15世紀に、今後地方から移住してきた、ドゥアラ人やバミレケ人がようやく村の集団を、形成した。カメルーンの諸民族が西欧と最初に接触したのは1470年で、 ポルトガルは1385年に独立後、イスラーム勢力を抑え、領土拡張期に入った。1415年には、ポルトガル王女案一世が、現在のモロッコ北部に位置する戦略校であるセウタ攻略を決定、息子であるエンリケ公会王子と共に、ダッシュに成功した。その後、エンリケ公会王子は、海洋貿易に活路を求めた。 イスラーム商人の仲介を経ることなく、東方、インドの金や香料を入手するためである。これが大航海時代の始まりである。最初の探検隊は1418年に出発した。数字にわたる探検の結果、アフリカ大陸の海岸を飛び石のように南下す。1460年、エンリケの死によって一時探検航海が遅延したが、 1470年12月下旬、ついにカメルーンに到達した。この時は交易書などを開くことはせず、探検を継続した。その後、1488年にはバルトルメ・ウディアスがアフリカ大陸南端の希望峰を回り込み、1498年にはバスコダガマがインドに到達、エンリケ公開王子の目標を達成した。 サハライナンのアフリカ探検はポルトガルが先行したため、アフリカ大陸西岸諸国の国名には、ポルトガル語由来のものが残されている。カメルーン、エビ、ガボン、フードの追加、マント、シエラレオネ、ライオンの吠え声、サントメプリンシペ、セートマスとアホンソ王子などが残る。当時のポルトガルは、いわゆる植民地獲得ではなく、公益所や商館の建設、 貿易拠点を守り、船舶に補給を施す要塞の建設を進めた。これは、内陸部に到達するための手段がないこと、内陸部の国家、帝国に対して、軍事的に優位に立てなかったことによる、マリ帝国のような内陸部の国家と独占的な貿易協約を結ぶことで、海岸までの輸送、運搬手段を確保せずに済み、最低限の軍事力で交易を進めることができた。 しかし、ポルトガルの優位は1530年代に早くも崩れ始める。フランス、イギリス、オランダなどの後発国がポルトガルの公益地そばに自国の公益地を開き圧倒したからである。カメルーンが面するギニア湾は奴隷貿易の拠点として知られている。1530年代になると組織的な奴隷貿易が始まっていた。奴隷貿易の中心地は 現在のコートジボワール、ゾウゲ海岸やガーナ、近海岸だったが、カメルーンでも進められていた。奴隷貿易は、いわゆる大西洋三角貿易として始まった。輸出された奴隷は、アメリカ大陸、特に西インド諸島に運ばれ、サトウキビのプランテーション農園労働者となった。農園は、サトウキビから抽出した糖蜜を、北アメリカ東部十三州のイギリス植民地に輸出。 そして、糖蜜を発行、上流したラム酒はギニア湾に輸出された。1807年の大英帝国内の奴隷貿易禁止、1834年の奴隷制廃止に至るまで、カメルーンは奴隷貿易に300年間苦しんだことになる。イギリスが奴隷貿易を廃止した理由は人道的な見地からということもあったが、すでに奴隷を輸送するよりも、 増毛と野市を取引する方が利益が上がったという理由もある。奴隷貿易には思わぬ副産物もあった。当時、アフリカ大陸中央部の熱帯雨林やギニア湾岸、つまりカメルーンの周囲ではヤムイモが主食となっていた。ヤムイモの繊維は約5000年前の遺跡からも見つかっている。一方、ポルトガルは奴隷船で奴隷を維持するために食物を必要としていた。 ブラジルで発見したマニオクを用いた。1670年代には広く栽培されるようになった。マニオクは芋であるため栄養繁殖で増えるものの、極めて栽培に適した性質がある。種芋を使うのではなく、30センチメートル以下の枝を高地に刺すだけで根付き、芋を収穫できるからだ。現在でも、中部アフリカの主要作物の収穫量1億トンのうち、 六千万トンをマニオクが占める。カメルウーンは食料自給率が100%を超える豊かな国だがマニオクの栽培によるところが大きい。1804年、イギリスのリチャード・トレビシックが史上初の軌道向け蒸気機関車を開発。鉄道の時代が始まった。蒸気機関車が登場するまで大量の物資、人員を長距離輸送するには船舶を使うしかなかった。 陸上輸送においても運河が重視されており、運河に浮かべた輸送船を運河沿いの馬が引くという形態が広く見られた。だが、運河に頼る方法は、海岸から急峻な地形が立ち上がるアフリカ大陸には向かない。蒸気機関車が発明されることで、1870年代に入り、初めてアフリカ大陸内部への侵入が可能になった。アフリカの分割が始まったのである。 1870年代の状況は、オスマン帝国がアフリカ大陸北西部を抑え、フランス領アルジェリアやケープ植民地を除き、西欧諸国は交易に必要なテントを確保していたに過ぎなかった。内陸に侵入、確保するためは大量の人員、物資が必要であったからだ。一方、植民地を面として抑えても、どれほどの利益が得られるかは不透明だったからだ。 そこで当初はアフリカ沿岸部の民族と個別の保護条約を結ぶという形で植民地化が進んでいった。カメルーンにおいてはイギリス、フランス、ドイツが交渉を競っていた。1880年の時点でイギリスとフランスは貿易拠点として重要な黄金海岸を東西に分割していた。西側のコートジボワールがフランス、東側のガーナがイギリスである。 ナイジェリアのラゴスはイギリスとフランスが競合していた。一方、ナイジェリアの東部海岸とカメルーンは空白地帯のまま残されていた。1871年にプロイセン王国がドイツ諸地域を統一し、ドイツ帝国が成立すると、それまで海外領土を獲得する能力がなく、アフリカ大陸には一切の拠点を持っていなかったドイツがアフリカ進出を死した。 ドイツの商社代表、グスタフ・ナ・ファティガルは、カメルーン南西部に広がる、ドゥアラ人との交渉に成功したが、イギリスは弱小な民族と保護条約を結んだに過ぎなかった。1884年には、ドイツ帝国初代最小のビスマルクが、アフリカ分割を決定づけたベルリン会議を主催する。参加国は、アメリカ合衆国、イギリス、イタリア王国、 オーストリアイコールハンガリー二重帝国、オスマン帝国、オランダ、スペイン、スウェーデン、フランス、ポルトガル、ベルギー、ロシア帝国など13カ国であり、当時の列強とアフリカに権益を持つ国家すべてを含んでいた。ベルリン会議の原則は、沿岸を占領している国家がその内陸部を所有すること、空白地は会議参加国に通告することで確保できること、権益地域では、 他国の通称、高校を保護する権力を持たなければならないことなどで、ある。ベルリン会議の原則を一言で言うと、早い物勝ちである。このため、アフリカ分割が急速に進み、第一次世界大戦開始直前の1914年には、リベリア共和国とエチオピア帝国を除くすべての領域が、西欧諸国に完全に分割されてしまった。すでに、 ドゥアラに進出していたドイツ商社は1883年に、本国政府にカメルーンの領土化を要請したため、ドイツ帝国は1884年7月5日に、カメルーン全土を保護領化した。1885年に、ドゥアラに総督が派遣され、進出に抵抗した、庶民族から土地を取得し、地域のイスラーム首長に労を通して、間接統治を行った。当初首都は 高知で過ごしやすい気候のカメレウン山6の標高1000メートルのブエアに置かれていたが、その後1888年に増毛貿易の拠点として建設されたヤウンデに移った。ドイツ人の植民地経営は農業と増毛の交易に特化しており、農作物として油やし、カカオ、バナナ、ゴムなど商品作物を生産するプランテーションが経営され、現地人は開拓、作付け、 収穫に使役された。また、ドイツ人はカメルーンに上陸した西欧人として、初めて体系的な輸送網を構築し、ドイツ資本の特許会社たる北西カメルーン会社、南カメルーン会社によって、ドゥアラコート補助港湾の整備、約 100km 北に位置するンコングサンバと、約 120km 東に位置するヤウンデへの鉄道布設 橋梁の建設などの開発事業が行われた。ドゥアラは現在カメルーン最大の都市となり、ヤウンデは首都に昇格している。両鉄道路線とも現在でも主力路線として成立している。1911年に勃発した第二次、モロッコ事件の解決に際して、フランス領赤道アフリカの一部を併合し、その支配を完成したドイツ保護領カメルーンは、 現在のカメルーン共和国の領域の約2倍に及んだ。主に東方、南方に広がり、その境界は現在のコンゴ民主共和国、旧ザイ,イールに相当するベルギー領コンゴに達していた。1914年7月28日にオーストリア・ハンガリー帝国がセルビアに宣戦線するとヨーロッパ全体を巻き込む第一次世界大戦が始まった。8月にはドイツ、 イギリスが参戦、9月には、マルヌ海戦において、ドイツ軍とフランス軍が交戦している。ドイツに対し、イギリスとフランスは連合国として、共同戦線を張っており、攻撃は、ドイツの植民地にも及んだ、アフリカ戦線。イギリス軍は、西の植民地ナイジェリアから、フランス軍は、南の植民地ガボンと西の植民地フランス領、赤道アフリカ、現在のチャドと、 中央アフリ共和国から攻撃をかけた。輸送の問題があったため、戦闘は1914年から1916年まで続いた。戦闘には南東に位置するベルギー、ベルギー領、今後現在の今後民主共和国も参加。ヤウンではベルギー軍が占領している。1918年11月11日に中央同盟国の中枢だったドイツとオーストリアは、 降伏し、第一次世界大戦は終結した。フランス軍はドイツ保護領カメルーンの約4号占領。イギリス軍はナイジェリアとの国境沿いに残りの1 5を確保した。1919年1月18日よりアメリカ合衆国、イギリス、フランスを中心とする連合国がパリ講和会議を開催したが、ドイツ植民地については結論が出なかった。 最終的には、ベルサイユ条約に従って、国際連盟の委任統治制度が適用され、1922年7月に、旧ドイツ保護領カメルーンは、イギリス領とフランス領に分割れた。フランス領カメルーン成立に際して、フランスが1911年の第二次モロッコ事件の際に、ドイツに割上した領域を、フランス領赤道アフリカに再併合したことを除き、 両植民地の領域は、ほぼ第一次世界大戦の占領地域に沿っていた。第一次世界大戦終結時点でのイギリスの植民地政策は、極端に表現すると、イギリス領インド帝国一国のみに集中して、投資を行い、他の拠点は、防衛や海上輸送の中継地として確保するというものであった。これは、アメリカ合衆国独立などを経て、 全世界に分散して投資すると防衛面で不利になるだけでなく投資の回収も不可能になってしまうとの判断によるものデる。イギリスのアフリカ植民地政策は1869年11月17日に開通したスエズ運河が最重要拠点となった。交通の要所エジプトと航海沿岸のほかは南部アフリカの鉱物資源を支出すればよいと考えてたためカメルーンを 自国領として確保した後もドイツのような投資、開発は一切進めなかった。イギリスの民間部門はイギリス軍が第一次世界大戦中にドイツから接収したドイツ人プランテーションの経営に参加しなかったため、1924年以後もとドイツ人所有のプランテーションがドイツ人に行って買い戻された。また、イギリスは 西カメルーンを分割してその北部をナイジェリア植民地に併合した。このことが永遠となり、1961年のイギリス領独立時に北部の諸州がナイジェリアへ帰属ることになる。フランスはアフリカ西部の大部分を自国の影響下に置くことに成功し、総面積ではイギリスに次ぐフランス植民地帝国を築き上げた。 フランスはイギリスに対して植民地獲得で遅れていたため、フランスはようやく獲得したアフリカ西部をイギリスがインドを重要視していたのと同じく重視していた。このため、ドイツ人以上に投資、開発を進め、1920年代より現地住民の強制労働を軸に、主に道路敷設、プランテーションの拡大、商品作物と木材の生産などの開発事業を行った。 1930年代に入ると植民地状況から自治を求めるカメルーン人の民族主義運動が進み、1937年にフランスの首都パリでカメルーン人同盟が、1938年にフランス領カメルーン青年団が結成された。1939年9月1日にナチスドイツがポーランドへ侵攻し、第二次世界大戦が勃発した後、 1940年5月に電撃戦によってドイツがフランス東部を制圧。6月10日にはフランス政府が首都パリを放棄し、6月21日にペタン元水を主犯とするビシー政権がドイツに降伏した。ビシー政権はドイツから自治を認められており、フランスの海外領土はそのままビシー政権の管理下に置かれた。中流する総督と 軍もビシー政権を支持していた。これは、保守的な政策を唱えたビシー政権の政策が古い、植民地に受け入れやすかったこと、1940年7月3日に、イギリス海軍がビシー政権下の紛失艦隊を攻撃、破壊したことなどに原因がある。一方、ロンドンに逃れたドイコールゴールは、師団長の身分ながら自由フランスを結成する。ドイコールゴールは、 植民地の資源と人材に注目し、ヨーロッパではなく、アフリカでの戦闘を望んだ。1940年9月23日、まずは、アフリカ大陸最西,西端に位置するセネガルの首都ダカールを、イギリス軍とジ・フランスが共同で打開する作戦を実行したが、計画が、事前に、ビシー政権に漏れていたため失敗に終わった。このように、 降伏後のフランスはペタン率いるビシー政権とドイコールボール率いる自由フランスに分裂したが、リシャール・ブルの総督をはじめとするカメルーンのフランス人の多くはビシー政の政策を評価していなかった。1940年10月8日にはドイコールボールがドゥアラ港に上陸、さらにチャド・コンゴを訪問し、フランス領カメルーンにて自由フランスの支持基盤を固めた。 ドイコールゴールは、現地の諸民族の協力を得ることに成功し、自由フランス軍の勢力を、結集、10月27日には、重要拠点のガボンを攻略している。1944年には、フランス領赤道アフリカのブラザビルで、ブラザビル会議が開催され、フランス本国と一体不可分の枠組みの中で、アフリカ植民地に、一定の自由を認めるブラザビル宣言が発令され、 以上のように、フランスのアフリカ植民地は自由フランスの勝利に貢献したのであった。第二次世界大戦の終結後、1946年にフランス領カメルーンは国際連盟委任統治領であった経緯から新たに創設された国際連合の信託統治領となったが、フランスの実質的な支配は継続された。第二次世界大戦後のカメルーン人の法的地位は、 戦前よりも改善され、1947年から1953年までに312億 CFA フランが投資されるなど、インフラストラクチャーの整備を主軸とした開発政策が進んだ。しかしながら、脱植民地下時代を迎えていたカメルーン諸民族の独立への気球は高まり、1948年にバミルケ人が中心となってカメルーン人民同盟。 アップックが結成され、植民地支配からの脱却を考慮とするカメルーン最初の政党となった。アップックはフランス共産党と共同しながら独立運動を進めたが、1955年5月に勃発した暴動によってアップックとその参加の大衆運動は非合法化され、以後アップックはゲリラ闘争を開始した。カメルーン人民同盟の武装闘争に刺激を受けた。 アンドレ・ムビダとアマド・アヒジョはカメルーン民主ブロックを結成し、1956年12月の選挙を経て、1957年5月にムビダを首相、アヒジョを副首相とした政府が成立し、1958年2月には失脚したムビダに代わってアヒジョが首相に就任した。アヒジョ首相のもとで独立に向けた準備が進み、1959年に国連が フランスの新宅統治の終了を決定。1960年1月1日にはカメルーン共和国がフランスから独立した。フランス領カメルーンの独立後、1960年4月に、それまで植民地政府の首相を務めていたアマドゥアヒジョが初代大統領に就任した。一方、戦後のイギリス領カメルーンはナイジェリアとの統合化。 フランス領カメルーンへの合流化をめぐって分裂していたが、1955年にジョン・フォンチャがカメルーン民族民主党、KNDP を結成、フランス領カメルーンとの統合を呼びかけた。同1955年にエマニュエル・エンデレイがナイジェリアとの統合を主張するカメルーン民族協議会を結成したが、1959年1月の選挙では、 フランス領カメルーンとの統合派の本茶が勝利した。両者は対話による解決を図り、1961年にイギリス領カメルーンの北部はナイジェリアへ、南部は旧フランス領カメルーンへと分かれることになった。南部は1961年10月1日に旧フランス領に合流した。旧フランス領の東部と旧イギリス領の西部は合流に際して連邦制を採用し、 大統領には旧フランス領出身のアヒジョが、副大統領には旧イギリス領出身のフォンチャが就任したが、次第にフランス領の勢力が増し、1972年に連邦制は廃止された。また、独立以前から武装闘争を続けていたカメルーン人民同盟、アップックは、1971年に指導者エルネスト・ワンディエが、 処刑されたことをもってその勢力を失った。こうして国内の統制を完成したアヒジョは、以後1982年に至るまで大統領の職に止まった。公認のポールビアイ政権が移行する際も内戦や武力対決は起こらず、カメルーンはアフリカ諸国としては例外的に安定し、21世紀を迎えることができた。英語圏は長年、 差別されていると感じており、その怒りは2016年に抗議デモとした爆発。なが政府は情報を拒否した。独立派がアンバゾニアとして英語圏の独立を宣言し、武装闘争を始め、政府が鎮圧に動いた後、2017年末に暴動が激化した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。